プッシュ通知、プッシュ通知合ってるか？大丈夫かな？やばい、パソコンから久しぶりに配信したからドッタンバッタンかもしれない。できてますかね、これ。おそらくできてるかなと思うんですけど、やばい、コメントをちゃんとどうやって見るか。開幕という通知を送らせていただきました。聞こえてますでしょうか？ちゃんと配信できてますかね、これ。おそらくうまくいってるんじゃないかな。うまくいってるといいなと思うんですけれども、そうですね、ちょっと待って、一旦ツイッターでも共有しましょうかね。そうですね、ちょっと待ってください。なんでツイッターイングリッシュなんだ。あ、ツイートできてるわ、開幕。あ、オッケー。あはーい、みたいな感じですかね。はい、こんばんは、来てくれてありがとうございます。今日は、告知の通り食レポをさせていただこうかと思っておりまして、まあ、そんな感じなんですけど、ちょっと待って、大丈夫かな、ちょっと不安になるんですけど、まあ多分いつも通りかな。ちょっと BGM、 自分の耳に聞こえる BGM、 うるさい。 BGM と私の声のなんかバランスだったり、普通に声でかいとかなんかありましたらね、気兼ねなくおっしゃってください、なんなりと。なんか匿名コメントみたいなのもできるみたいだから、なんか ID 見られたくないよとか認知されたくないよみたいな感じでしたら、もう全然ね、なんかそういうのも利用していただいて、なんかおっしゃっていただければ何でもいいです、文句でも何でも、はい、みたいな感じですね。え、22時からって言ったよね、私。大丈夫だよね。23時からってしたけど、22時からに変更しますって、誠に勝手ながら22時からに変更しますって言ったのはちゃんと伝わってるといいなって思うんですけど、いやでもそうですね、私普段夜中の1時や夜中の2時、またそれよりは遅くからね配信してたりするので、配信開始時間終わってるので、いつもだからね。それでもそんな中来てくれる皆さんがいるので、で基本的にその深夜勢の方々をね、に見ていただいてるんで、なかなか22時ってだいぶ早い時間なんですよ。だからね、ちょっとみんな起きてるのかなって、この時間みんな普段いつも見てくださる皆さんが何をしているのか全然わかんないんですけど、22時ちょっと朝かな、22時ってワンチャン大丈夫かな。みんな起きてますか？こんばんは、来てくれてありがとうございます。まだ食べてません。少し喋ったら食べようかなって思ってます。エブリガーバーガーを持ってきてくれた人っていますかね。まあ2日前ぐらいから告知したので、ちょっと結構ギリギリだったから、もしかしたらまあなかなか準備はできなかったかもしれないですけど、ていうかまず今日こんなことをするっていうのね、ご存知の方がねいらっしゃるかあんまりわかんないんですけど、とりあえずという感じです。はい、第1回はこんなもんですね。第2回からもっともっとちゃんとしていきたいなって思っておりますね。はい、トーカちゃんのキャスのお部屋に来てます。あ、ツイートしてくださってる。万歳マタネさんじゃないですか。お久しぶりです。ありがとうございます。来てくださって。最近はツイキャスで配信をしております。私。キャスのお部屋へようこそ。PC から。え、お茶枠くれるんですか？いいの？ありがとう。嬉しい。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとやっぱり、すいませんね。素直な反応が出てしまいました。失礼いたしました。ありがとうございます。声ちょっともう、気持ちよくなっちゃうから。お金なんでね。ありがとうございます。ありがとうございます。素直に喜びたいと思います。なんか、そう、思い立って食レポ配信をしようと思って、これから不定期で私がやりたいタイミングで告知させていただいて、食レポをしようと。で、食レポをすると
何がいいのかというと、まず私が好きな食べ物をこう聞いてくださってる皆さんにこう布教できると、あ、そんな美味しそうに食べてるなら買ってみようかなっていう人が一人でも増えたらいいなっていうのと、もう一つは言語化が上手くなるのかなって、言語化が上手だと配信者としていいのかなって思ってはい、なんかもっともらしいこと言ってるんですけど、ただ毎日配信でちょっと喋るネタがなくなったりするのはあれなんで、ちょっとそういうね手軽にできる企画をやろうかなっていう、まあ次第です。はい、そう、リアリティアバター動きます、ちゃんと。これじゃ指でハート作ってもさ、この袖がもたついててあんまりわかんないんだよねまあみたいな感じで、そうなんですよ。で、本日はエブリバーガーっていうブルボンのお菓子があって、これさ、いいかな、見せます。ちょっと待ってね、ちゃんと OBS なんてね、リアリティとまたね違うんですよね。どっちからだっけな、こっちかな、でかっでっかでっかいわ、これです、エブリバーガー、でん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 、ブルボンのエブリバーガー、チョコとビスケットでできたバーガー、カルシウムたっぷり、箱を開けると塗り絵もできる、間違い探し、なかなか愉快なパッケージだと思いますね。これかわいいよね、なかなか、いやもうこの見た目からしてね大優勝だと思うんだけどね、なんかそこまで、まあ、私の周りだけかもしんないけど、あまり認知度が高くないんですよね、体感。これ私めっちゃ好きだから、もうねずっと学生時代の時からめちゃめちゃ周りの友達に布教してるんだけど、もう初めて聞いたみたいな、私からその名前を口にされて初めて聞きましたって人がいっぱいいて、そんなに知られてないものなのと思ってびっくりしたんですけど、まあ、そんなエブリバーガーなんですけど、エブリバーガーの説明を、あれ私さ、これさ、これかな、いやこれじゃないな、あ、ち送ったと思ったら送れてないな、ちょっと待ってね、ブルボンのサイトに飛んで、エブリバーガーとは何ぞやということ、書いてないよね、書いてないよ、準備してきたんだけどね、喋ること、ちょっとね軽く準備してきたんだけどね、遅れてませんでした、 PC に共有できてませんでした、ちょっとグダグダで申し訳ないんですけどこの配信がうまくいったら YouTube にアーカイブを投稿しようと思ってます。うまくいかなかったら、ま、切り抜いて出すか、おじゃんになるか、どっちかですね。エブリバーガー、ミルクチョコレートをサクサクのビスケットでサンドした可愛らしいバーガーです。この見た目からしてね面白いよね、ハンバーガーの形したお菓子だからね。ミルクチョコレートをサクサクのビスケットでサンドした見た目の可愛いバーガー型のチョコスナックです。ビスケットにはカルシウムをたっぷり配合しました。また蓋を開けると塗り絵もできる、間違い探しができます。塗り絵できるんだ、この間違い探し、私やったことないですねまだ、なんですけど、まあみたいな感じですね。美味しそう、美味しいんですよ。うほ、来てくれてありがとう。あ、そう、子供の頃からね、そうだいぶ昔からこうエブリバーガーあるんですけど、なかなかね、ちっちゃい頃は食べてましたって人もいれば、ちっちゃい頃からなんか存在はしてたけど食べたことないですって人もいるしね、なんですけど、いやもうね、食べていきましょうじゃないですか、食べていきましょうじゃないですか。見てください、このあ、でっかいでっかい、あ、でかいわ、すごく。はい、じゃあこのマウスの近くに置きまして、こちら、食べていこうかなって思います。ちょっとごめんなさいね、お家が散らかっちゃってて、子供部屋おばさんでね、ごめんなさいね、非常に。はい、エブリバーガーとチョコアンパン知ってるけど買わない代表、買ってみてほしいな、これを機に買ってみてほしいな。ちなみにチョコアンパンもめっちゃ美味しいですよ。エブリバーガーよりチョコアンパンの方が結構みんな食べたことあったり、まあ、知ってたり
するかな周りの皆さんね。いやでもエブリバーガーも美味しいんでぜひとも食べてください。え、じゃあいいですか、ちょっとこれ開けたいと思うんですけど ASMR していいですか、自分ちょっと BGM を下げさせていただいてこんなことする必要あるのかな、いくよ、あ、エフェクトかけよう、あ、あ、開けます。はい、みたいな感じで開けさせていただきましたいらねえなこの演出次回からはちょっとやめようかな今の。はい、パッケージを開けさせていただきました。いやもうこのパッケージ開ける音聞くだけで多分食べたくなると思うんだよね。みんなどうですか、絶対食べたくなっちゃったでしょ今のパッケージの音でね、ごめんね。じゃあはい、袋があります。こちら側のどこからでも開けられますって書いてありますね、袋には。これマジックカットですね、よくありますよね。あ、ただただエブリバーガーを布教し、開けたり食べるときにこうかけすぎる狂った食リポ配信、狂ってませんよ私、正常です。お使いの端末は正常です。はい、うお見えました、やばいやばいやばい。これさ、手元配信しようかもちょっと考えたんですけど、まあ一旦今日はこんな感じで許してください。あのこのごちゃごちゃの配信画面もね、あのちゃんと可愛く VTuber らしくあのリニューアルしようって思ってますんでね、よかったら皆さん私のことをこんな汚い部屋の女を見捨てずにどうか次回も楽しみにしていただけたら幸いですね。じゃあいただいちゃっていいですか、これあんま消しのみついてないな、よし1個食べます、いただきます。え、でもこれ食べてる音はさすがに咀嚼音はちょっと地雷の人いるんで、あのえ BGM もそのままにエコーもかけずにいただこうと思います。うん、これはおいしい、うん、おいしいな、おいしいわ。どのようにおいしいかと言いますと、そうですね、甘い、そして食感が、サクサク、ビスケットじゃなくて、あ、ビスケットだね、ビスケットがあのサクサクしててチョコととってもよく合う、ビスケットとチョコがとってもよく合う。あとそうですね、あのチョコがね、あのちゃんとなんかチーズバーガーみたいになってて、そのまあ、もちろんそのパテのところはチョコレートなんですけど、そのチーズみたいなとこがね、あのホワイトチョコになってるんで、ホワイトチョコとあの普通のミルクチョコレートの2種類のチョコが挟まってるんですよ。このビスケットでできたあのこれパンズにね。なんでなんか一度にめっちゃ美味しい。はい、でね、上にね、なんかケシの実乗ってるんですよ。本当にあのハンバーガーみたいにねなっててね、見た目も可愛いですし、こうご覧の通りね、今私の口元に貼り付いてると思うんですけど、あのほんと一口サイズなんでポイって口に放り込んで一度に来るんですよ、美味しさが、甘さが。これね、一個食べ始めたらね本当に止まんなくなりますよ、ノンストップでいけちゃう。ただ私は今喋らないといけないのでノンストップじゃないんですけど、うまい、これはこれはうまい。あ、なんかこれで大きくしたらなんか口から戻したみたいになるなごめんなさい汚いうん、美味しいですよ。はい、
あ、これはいい。そうですね。あ、これ間違い探しさ、あれだね、写真に撮ってさ、みんなと間違い探し探せばよかった。ただ今写真撮れないので、ちょっとスマホ使っちゃってて今内部事情はあんまりお話できないんですけど、今スマホが開いてないので写真撮って PC に転送ができなくてあれなんですけど、あ、でも待って今からあれかもな、手元というか、そのちょっと待ってね、ちょいろいろやれることがあるかもしれない。ちょっと待ってね。でもちょっとこれ事故多発、サービス精神旺盛がゆえに、もしかしたらちょっと事故が発生してしまうかもしれないんですけど、いけるかな、ちょっとやってみようかな。ちょっと待ってね。これいけるか。いけるかな。あ、やばい、待って。大丈夫かな。ちょっと部屋汚いから。私、あ、やばいやばい、スイッチの箱で、あ、ちょっと待ってね、これ大丈夫かな、これやばいこれやばいかもこれやばいかも、やばいかもです。はい、探して探して、みんな探して、間違い探しだよ。めっちゃピンボケしてる、めっちゃピンボケしてる。この画面からいけるかな。しかも手ぶれもあるし、いや、わからん、全く。私あの実物じゃなくてこの画面から探そうと思ってるんですけど、ガチでわかんない。これ一緒じゃね、全部。いくつあるんだ。あ、4つあるんだ。4つあるらしい。どうですか。わかるわけ。あ、エブリバーガー映すか。めちゃめちゃ手映って恥ずかしい。わー、輝いてるけど。ごめんなさい、あのすごい画質悪い。これ大学の授業でズームが必要ってなった時に、ズームでカメラ必要ってなった時に買っためっちゃ安いやつなんで、間違えた。はあ、戻ってきた、よかった、生きて帰ってこれた。危ない危ない、本当に怖いですね、事故がね。これで顔なんか映っちゃったりした日にはね、もう社会的に破滅しますからね、私。いやー、そんなこんなでね、じゃあもっと食べますわ。いや、でも食リポって難しいな、何言ったらいいんだろうね、本当に難しいな。あまり予習をしてこなかったもので、ちょっとあまりうまいこと言えないな。いただきます。うん、でもサクサク、ビスケットがサクサク、飲み物、そうですね、大事ですね、食べ合わせというか飲み合わせというか。牛乳めっちゃいいなって思ったんですけど、なんかシンプルに自分の好きなあのトウモロコシ茶を持ってきてしまいました。トウモロコシのヒゲ茶ですね、これ。無印良品の
これまたね別途ねあのおすすめしたいんですけど、おすすめのお茶なんですけどね、これ無印良品にね売ってるお茶です。こんばんちゃ、こんばんは、来てくれてありがとうございます。食リポ配信試みております。あ、好きですか？え、知ってる？なんかトウモロコシ茶飲んだことないって結構いう方もねいるのでね、嬉しい、めっちゃ。美味しい。まあだから牛乳と多分食べ合わせたらだいぶ甘々になるね、ほんと口がもう甘さをもうなんかあの受け入れるのに徹したいっていう方は多分ミルク絶対に合う、てか絶対に合うってか合う合う、食べたことある、牛乳と一緒に食べたことあるけどめちゃめちゃ合う。お茶はなんだろう、リセットされるわ、口が、口の中がリセットされますので無限に食べれますね結局。うん、おいしいおいしい。うん。幸せ。うん、なんて言ったらいいんだろう、難しすぎる。あ、そうですね、エブリバーガーの情報だったらいくらでも出せますね。そうだ、コンビニねあんまり見かけないんですけど、たまに売ってます、たまに、本当にたまに、都内とかでもねたまに売ってる。ニューデイズとかでも売ってる。で一番どこで売ってるのかっていうとドン・キホーテですね。ドン・キホーテはほぼ売ってる、ありがたいことに。ドン・キホーテ様々ですよね。エブリベーゲー、すごい発音いいですね。美味しい美味しい。あ、好きなんですね、ねえねさんも。私もね大好きでね、もうなんて第1回食レポ訓練にねエブリバーガーをね選びました。大好きすぎるので、みんなに知ってほしいので美味しさを。だからあのドン・キホーテ行ったらもうほぼある。でたまに良心的なスーパーにも売ってることがある。コンビニはあんまり見かけない、うん、かな。エブリベーゲーをじゃあもう一個いただきますね。うん、おいしい。食べ終わったと思ったらまだ一個、めっちゃそれあるあるだわ。エブリバーガーあるあるですねそれ。そのお得感すごいよね。あーもうないかって思って、こうやってエブリバーガーの箱を傾けたらコロコロって、うわあと一個あるってなるよね。そう、四角にね潜んでるやつね、めっちゃ嬉しいよね。なんか得した気分になるよね。逆にあとは2個ぐらいあるだろうって思ってあの指突っ込んだらどこにもない、隅の隅指でまさぐってももうどこにもないってやつね。その逆パターンがねとても辛いですね。パイ飲みで経験する、あそうなんだ。確かにパイ飲みも同じようなもんだからぜひ今度はエブリバーガーで経験していただけたらね何よりですね。ええ、メガネクイクイ。そう、ないバージョンやだね。あるあるとないないね。そういうことじゃないか。お茶もうまい。なんだかお茶もうまいぞ。お茶もうまく感じるな。これはエブリバーガーのおかげかな、こじつけかな。多分そんなことないな。甘さがより引き立つ、メガネクイクイ。このケシの実もねまたねアクセントになってるんですよ。あのねなんかね食感にねケシの実がプラスされてカリカリってなるんですよ。うん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 、
うまっ、うん、幸せ、うん、いや、ケシの実いいね、やっぱカリカリするもん。なんか、あの、改めてご紹介させていただくんですけど、なんかその私が2日3日前ぐらいにエブリバーガーで食レポやりますって、そういう配信をしますって言った時に、リスナーさんからセイキンチャンネルがなんかクソでかいエブリバーガーをなんか作るっていう動画を投稿してたんだけど見たことあるっていう風に教えてくださって、で私それもう寝る前気になりすぎて寝る前に見たんですけど、めっちゃ面白かったよかったらあのセイキンエブリバーガーで検索していただければ、セイキンさんがねクソデカエブリバーガー作ってる動画あるのでね、ぜひ見てみてほしい、めっちゃ面白かった楽しそう、しかも私もやりたいもん、真似したい、あれ子供たち、まあ、のみならず大きいお友達たちのもう夢ですよね。自分が大好きなお菓子がもうクソデカバージョン食べれたらいいなって、これ人類誰しも一度は考えたことありますよね。そう、上に乗ってるのはねケシの実ですね、はい。エブリバーガーに歯がはい、な時の食感、ケシの実、まあそうですね、ケシの実まで歯に詰まることはなかなかないですね。ケシの実の方がちょっと大きいんじゃない、まあ、分かんない、どんぐらい歯と歯の間があのねあるのか、まあ、個人差あるんでちょっとなかなか言え、ちょっとパーソナルな部分なのかなって感じなんでちょっとあまり言いたくないですけど、私はそうですね、あんまりケシの実は歯に詰まることないですね、なかなか。いやクソデカエブリバーガー作る動画ね、ちょっと楽しそうなんでね、愉快なんでね、よかったら見てみてください。だってそうよ、セイキンさん、あのセイキンさん、あの有名人までもが好きなお菓子ですよ。美味しさの信憑性これ湧きますよね。セイキンさんが好きなのよ。うまーい。とても最高。いや美味しいんだよ、甘い、うん、しなんか一個食べたらやっぱはい次はい次って口に放り込みたくなる、一個じゃ終われないね。まあ別の商品ですけど、やめられない止まらないとはよく言ったもんですよね。おいしい、うん、幸せだなこりゃ。質問なんですけど、食レポ配信ってどうやって締めればいいんですかね。いやまだちょっともうちょい泳がせたいなとは思うんですけど、まあ泳がせるというか、まあもうちょい場を持たせたいなとは思うんですけど、あれかな、ぜひ、あ確かに完食だね、そうだね、全部行くか、なかなかあるな、これさ一人で黙々と食べてればさ本当にすぐ食べ終わるけどさ、こうやって喋りながら食べてるとさ無限よね、まだ全然あるもんだって。もう多分一人で黙々と食べてたら今頃食べ終わってるから多分あそうだね、美味しかった、皆さんもぜひ買ってみてくださいねだね。いかがでしたか、よくあるまとめサイト、よくあるまとめサイトはいかがでしたかで無理やり締めるんで、まあ、私もあれを使っていこうかなって思いますね。なかなかに使える構文ですよね、いかがでしたかって。構文というかセリフか、完食じゃなくてもあー美味しかった、確かに
ああやってさっきみたいに手元を映さなければ、あの完食してなくても誰にも気づかれないからね。あーでもあれかな、もぐもぐした回数で、え、あなたまだそんな全部食べてませんよねとか言われちゃったら、ちょっともう反論しようがないか。あーでも1回に3粒ぐらい同時に食べてるのでって言えばまかり通るな。そもそも1個も食べてないってバレへんです。難しくないそれ。それはそれで難しいな。そんな追求あるかな。いやない、なきにしもあらずですよ。もう揚げ足取りですからね、昨今のなんか情勢的に。揚げ足取られる、言葉は狩られる。フェイクエブリバーガー。エブリバーガーは何も悪くありません。あー美味しい。そうだからね、なんて言われてもちゃんと返せる、なんだろうな、やっぱりあれですね、疑われるようなことをやっぱりしちゃいけないのよ。なんか火のないところになんとやらみたいなね、言いますからね。やっぱりこう配信者たるものね、上げ足を多分取られる覚悟はしていかないといけないなと思っておりますね。何の話ですか。配信者全然食べない嘘食リポ配信とは。ああもうそんなね、不意調されたらたまったもんじゃないですよ。もうちゃんと食べてますんでね、よろしくお願いしますよ。全然食べないならそんな企画すんなよって感じだけどね。そうだね、疑わしいことはしちゃいけないからね。もう疑わしきは罰せられるんで、全てそういう過酷社会なんでね。美味しい。ちなみにまあお分かりだと思うんですけど、全然案件じゃないんで、自主的にやってるから、好きな食べ物しか食べないんで、これから先も第2回、第3回、第45回とか続いても絶対に自分が好きでみんなにおすすめしたいなって思う食べ物しか食リポやらないので、だから無理に食べるってことはおそらくないと思いますね、これから先も。案件じゃないでで笑顔になった。案件なわけあるか。はブルボンさんから直々になんか、ダイレクトメッセージかなんかが来て、トーカさんはじめまして、ブルボンのなんか企画なんとかなんとか部の丸々と申します。本日は あなたはとてもエブリバーガーが好きなことで有名ですね。もしよければエブリバーガーを食べて食リポして販売を促進する配信を行っていただけないでしょうかって、ギャラはいくらいくらです、よろしくお願いいたしますみたいなね、メッセージはね全然来てないので、自分が勝手に好きにやってるんでね、人少なくて案件やばい、うるさーい。でもそういうことなんよ、だから絶対にありえないので、ただ一般人が好きな食べ物を食べてなんで美味しいか、いかに美味しいのかをただ説明しているだけのシュールな配信なんでね、この枠はそれ以上でもそれ以下でもないので健全ですね、誠に健全だと思います。はい、何にも害がない。まあ食べてるときは黙って食えよっていう方がいたらもしかしたら害なのかもしれないけど、見てて、あ、買ってみようって思いました。もうこれですよ、よかった、よろしくお願いいたします。これ
これさ、この配信画面なんだけどさ、あの全てイラスト屋で、イラスト屋のあの素材をお借りしてこの子供部屋作ってるんですけど、まあでもこのパソコンがねちょっとね顔を隠れちゃうのもったいないなって思うんで、もっとちゃんと作ろうと思いますね、配信画面を。なんか工夫します。いろんな VTuber さん見てるので、一応9割視聴者1割配信者の気持ちでいつも VTuber 関わってるので、あ、頑張って作ってない、思った、本当に時間だけかかってるけどクオリティというか、なんかいろいろね、なんかあの別にポジティブな感情は抱かれないと思うんですけどね、この子供部屋を見て。いやでもちょっとちゃんと可愛い素材をね、ちゃんとお借り、可愛い素材って言ったらあれですね、イラスト屋もちゃんと可愛いんですけど使い方を間違えてるので、まあうまくね、あのフリー素材を活用して配信画面作ろうかなって、ちゃんと作り直そうかなって、リニューアルしようかなって思います。本当は今日やろうと思ったけど、今日思ったより帰るのが遅くなってしまったんで、あのまた次回パソコンから配信する際は楽しみにしててください。多分作り変えますので。おいしい。あ、でも意外ともうすぐ食べ終わるわ、早いもので。でもそうなんですよね、なんかなんでこんなみんなに布教したくなるぐらい、あのくるエブリバーガーに狂ってるのかっていうのをね、ちょっともう考えていただけたら、それだけ美味しいんだっていうことをね。第2回ね、でもねこれってまだ決めてないけど、でもいくつか候補があるんで、まあ、そっから選ぼうかなとは思ってるんですけど、でもね、あとね、私がねめちゃめちゃそのお菓子を中心にやりたいんですけど、お菓子の中ですごいおすすめしたいんだけど、なかなか売ってる場所がもっと限られてくるお菓子があって、だからね一緒に食べようっていうのはできなくなっちゃうけど、そのお菓子の美味しさは伝えたいなって思うから、まあ次回やってでもいいかなっていうものはあります。アイスとかもやりたい、アイスめっちゃ好きだから。アイスマニア協会っていう団体があるのをご存知ですか皆さん。アイスマニア協会に入ってます、実は私、結構何年も前から。そう、アイスマニア協会本当にあるんですよ。アイスマニア協会でもね、アイスが好きな方であれば誰でも入れますよ、アイスマニア協会は。あのちょっとしたアイスマニア検定っていうのがあって、それに合格すればみんな入れます。でその検定っていうのは普通にお金とかかかんないで、ただで普通にあのアイスマニア協会の公式サイトから検定受けられるんで、で1回落ちても答え合わせできるんで、それで答え合わせしてもう1回何回でも挑めるんで、誰でもね入れますよ、愛があれば、アイスへの愛があれば誰でも入れます。活動がねあって、定期的なのか不定期なのかちょっと定かじゃないんですけど、あのアイスマニアミーティングっていうのがあって、なんかもうアイス好きが集まって、すごいんですよ、ちゃんとしてて、そのミーティングっていうのが、アイスマニアミーティングっていうのが、例えばあのロッテの
商品開発の方をお呼び、ゲストにお呼びして、ロッテのアイスを食べながら、なんかロッテの歴史を知ろうみたいなっていうのだったり、まあだからいろんな会社、あとなんかそのこのコンビニアイスの試食会とか、新作アイスの試食会とか、これから発売される商品を一足先に食べようみたいなのもあって、結構特別感ある。それに入ってそのミーティングに参加しないとやれないことがやれるんで、結構すごい。私も一度だけ参加したことがあるんですけど、最高でした。めっちゃいい。なんかね、まだその発売までも決まってなくて、試作品を食べてみてくださいっていうパターンもありましたね。めっちゃ面白いよ。だからアイスが好きなのであれば、ぜひぜひぜひ入ってみてほしい。そのね、アイスマニア協会の代表の方がアイスマン福留さんっていう方なんですけど、その方結構ねメディアに出てて、マツコの知らない世界とかにもね出演してますね。すごいですよね。アイスを広めてます。その人はコンビニアイスをいつもそれこそ レポですね、食レポじゃないけど、レビューしてるサイトを運営してますね。コンビニアイスってもう毎週のように新作アイスが出るから、もう出るたびにアイス食べ尽くして、でなんかこういうこれこれこうで美味しいですって。そうだ、アイスマン福留さんから食レポを学べばいいのかな。あの人のそのサイトを見たら食べたいなって思うもんな。素晴らしい、本当に。いや、見習うべき人がたくさんいますね。あ、最後の一個だ。いただいていいですか。その前にお茶飲みます。じゃあいただきます。最後の一個。うまーい。甘い、結構甘いなって思うんだけど、甘党の私でも結構甘いなって感じるんだけど、それでもこうやってなんか他のしょっぱいものとか何も なく一箱を丸々食べれちゃうから、一気に病みつきになる甘さで飽きない味なんですよね。はい、とっても美味しいです、エブリバーガー。皆さんいかがでしたか。エブリバーガー食べたくなりましたか。今すぐ、スーパーやドンキホーテに走って買いに行きたいなって思いましたよね。そうなってくれたら嬉しいなと思います。買います。ありがとう、やったー、思いました、やったこの配信をした意味が、ありました。ちゃんとそのコメントで浮かばれました、私の、気持ちは。はい、ありがとう、美味しかった。完食、会員完食、砂漠早々、これは人のでした。ちょっと会員はしてないんですけど、プハ、今度はみんなで一緒に食べたいね。そうなんだよね、せっかくだからみんなで一緒に食べたいからさ、もっとこ
身近にある食べ物でもやりたいなって思うんだけどね。どうしよっかな、悩みますね。まあだから一番はね、コンビニでもう売ってるようなものだとねいいかなって。次回は、まあ、また決まったらおいおい告知出そうかなとか、ツイキャスでもまあ日付とか時間とか決まっ食べるものとか決まったらお話ししようかなと、言いふらしていこうかなと思ってますね。はい、いや美味しかった、本当に。好きなものをただ食べるだけの配信でしたね。ありがとうございました。何の変哲もない配信でしたが、食リポさせていただきました。私はとっても非常に楽しかったです。ありがとうございましたかしこまって改めて。まあ次は配信画面可愛くしよっかな。よきしばれ食ロジャー、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。精進いたします。もっとちゃんと事細かに言語化できるように特訓していきたいと思います。まあ第1回なんでね、こんなものかなと思います。多めに見てください。皆様、見てくださった皆様ありがとうございました。見届けてくださってありがとうございます。だんだん上手くなっていくと思うので、食リポ語彙力もね豊かにしていこうかなって思いますね、みたいな感じですかね。どうですかまあ1時間とまでいかないけど、まあそんぐらいの時間いくのか、割と。ツイキャスでは普段は、まあ、普通に楽しくくっちゃべったり、まあ、たまに歌枠やったりしてます。でまだ全然ないんですけど、あのいつかあるゲーム実況もやりたい、やりたいってずっと言ってます。やろうと思えばできるのになかなかタイミングをつかめず。エブリバーガー一つで1時間、いやでもコメントもね結構そのやっぱ反応してくださるから会話になるし話題が生まれるので、あのとても助かります。ありがとうございました。おかげさまでね、私の力じゃないのでだけじゃないので1時間持ちました。間がありがとうちゃんと完食までね、あのこぎつけられたのでありがとうございました。じゃあまた次回の食レポも楽しみにしてくれたら幸いです。楽しかった、ありがとうございました。またやるときはまたツイッターだのなんだのでいろいろ宣伝告知します。ありがとう、楽しかった、楽しみじゃ、ありがとうございます、嬉しい。まあなんかこうやってちゃんとなんか計画して配信しますみたいな感じにの配信をした枠は、あの基本的にアーカイブ残そうかなって思ってるんで、ちょっと日常的な何の変哲もない雑談とかは、まあ、アーカイブ別に残さなくていいかなって思ってて残してないんですけど、まあ、こういうなんかこういう感じのね、こういうテイストの配信はアーカイブ残そうかなって思うんで、まああのねアーカイブでも見てくれたら嬉しいな。企画力はないですよ、全然ご覧の通りですよ、お察しの通りですけど、まあ、これからなんかやろうって思うので、あのよかったら楽しみにしてくれてたら嬉しいかなって思います。でね、明日ですね、明日もまあ普通にまあ多分喋るかな、雑談かな、雑談配信になるかと思うんですけど、なんかこう身の上話なんですけど、明日ねちょっとしたご報告があるので、よかったらちょっとあのねみんな気になる方は遊びにいらしてください。あ、全然ささやかなやつなんですけどみんなにおめでとうって言われたくて、明日ご報告とわざわざ題して喋ろうかなって思います。まあ30分ぐらいだと思いますけど、はい、というわけでありがとうございました。皆さん美味しかった、エブリバーガー買ってくれ、みんな買ってくれ、頼む、買ってくれ、美味しいんで後悔はさせない、どうかよろしくお願いいたします。それでは配信終わろうかなって思います。お疲れ様でした、ありがとう。じゃあよかったらなんか登録なんかお済みでない方は、なんやらかんやら登録して
いただけたら嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ終わるぞ。お疲れ様でした。バイバーイ。 PC ってどっから切るんだっけ。PC はどっから切るんだっけ。